6月9日6時25分の相場解説になります。まあデイリーから見てみますけども、昨日はね、なんか大きな事件が起きてましたね。買い一辺倒だったわけなんですけども、ここ何日か、これ、チャートバー1本が1日なんですけども、ここ4日間ね、ずっと買いだったわけですよね。これそれが昨日1日でドーンとすごいですね、太い陰線が出てますよね。これってのは結構あるんですよね。図らずも包み足を作ってる状態になりますんで、もしかしたらここから売りの連鎖が起きるのかもしれませんけども、デイリーだけでは分かりません。いやー、昨日一日はね、本当なんでこんなに荒れちゃったんだろうということでございます。まあ特に深夜ですよね。深夜大きな売りの波が訪れました。これがあの4時間足なんですけども、まあここにね、あれでしょ、レンジの幅があったわけでしょ。で、ブレイクしたら買いに入るよって言ったところ、懐かしいですね。ブワーッと来て、第1波が来て、第2波がブワーッと来て、ここに達した時にちょうど赤い線が引いてます。109円785で赤い線が引いてますね。この赤い線からなんでこんなタイミングここに線が引いてあるんでしょうか。ここからドバーンと落ちたわけですよ、一夜にして。すごいですね。で、今はちょっと止まってる状態ですかね。本来でしたらここまで落ちるんじゃないかって予測するところですけども、まあその前に止まったということですかね。まあこれがどこから来てるのかちょっとわかりませんけども、こっちの方何もないですからね。まあ108円の230あたりで止まって、108円の383あたりに行ったかなと。110円まで、ほんと110円直前までほら行ったんですけどね。109円の785あたりまで行ってますから、110円にはならなかったということですね。1時間見てみましょう。はい、じゃあ1時間これからどうなるかってことを考えていかなければなりませんけども、私の考えとしてはここでね、もう調整が入ってますんで、もう1回落ちるんじゃないかなと思うんですよ、ここまで。ですんで売りを検討ですね。で、調整波が入って上昇した後にどこか分かりませんけども、下がってきてここをブレイクしたら、ここね、ここをブレイクしたら売りで入ろうかと思っております。まあそのぐらいですかね。価格にしてどのぐらいかな、108円の265あたりなんですけども、108円の185とかこのあたりですね。このあたりを割って下の方向に向かったらセルをかけていこうかなと思いますね。まあなんとなくそんな感じです。こうですね。金額にして108円の185って書いていきましょうか。108円の185ですよ。まあ、ここを割ったら、セル。です。私はそういうふうに考えております。まあ、影響受けないでくださいね。私は今、この時点でそう思ってるだけですから。1時間後にはちょっと考え変わってるかもしれませんので、ね。なんせね、今、見てください。ここが迷いなわけですよ。あれ？戻らなくなってたかな？ここ。ここがね、迷ってますよね。ほら、上下に赤い線が出てるでしょ。これもやりましたよね、陽線で。あとこれトンカチも出てますよ。トンカチ、トンカチ、はい、ここへトンカチ出てます。で、これは何でしょうか。上髭、下髭ですよ。まあこういうことを一つずつ押さえていきましょうね。それから高値圏で上髭っていうのがあります。これ見てください。高値圏で上髭。でしょ？高値圏で、陽線の上髭出ていたらどうなるんでしたっけ？これやりましたよね。そうなんですよ。こっち向かうことがあるんですよね。陽線なのに、セルへの、もう売りへのね、きっかけになることがあるんですよ。まあそういうことをつぶさに振り返りながら見ていきましょう。それでは、以上です。